年下の幼なじみで北城春野を演じさせてもらいました希少大輔ですはい、えー、北城くんはですね年下の割にはしっかりしている無邪気な小悪魔タイプだそうでございますそうですねえー、っとキャストトークということなんでまああのー、先にねあの本編に触れる前にちょっとあのー、お知らせしておきたいところがあるんですけどまあ私 基本的にね、えー、チャリ移動、仕事も現場にも自転車で移動してるんですけどね、マッサージをつきまして、早速収録しましょうよという流れになった時にですね、左足の足首の外側、あ、内側ですね、内側辺りが、なんかちょっとムズムズするなーなんて思いながら、まあまあそんなことでも、そんな、まあ、プロですから、ね、そんなこと気にしてらんない、い収録しますよ、収録しますよっつってね、えー、最初のワントラック。 トラックと収録していいっ,ったんでございますけど、ねまあ収録していくうちにどんどんそのムズムズがあー痒いな痒いなとなっていきまして、まあ、パッと見たらやっぱりあの膨らんでおりましてねこれはもう間違いなく蚊に刺されましたまあそういうことなんでねちょっとねこの後、まあと1週間2週間後に私ひょっとしたら デング熱で倒れれておるかもしれません、ね、あの皆さんがねこれ聞く頃にはもう終わってる終わってるっていうかねもう収束してるとは思うんですけどね途中であれなんかあれ気象なんかしばらく休んでる時あったなーなんて思ったらあデングだったんだと思っていただければね幸いです。幸い <laughs> 幸いいいか全然じゃないんですけど ほんとすいませんねあの収録にはは関関係ない関係ななないいくんですよ収録中に痒くなったんで、ね、関係なくはないんですけどえ物語には何も関係ないことをね話してすいませんねでもどうしてもちょっと気になってしまったのでね言いたくなりましたえまあ今は電グにかかっておりませんので、ね、収録はあのー、見事にいい感じにね進ませていただきましたけど幼なじみということなんでね最初あのー、お話聞いた時はえん年下で幼なじみだと これあ大丈夫かな幼い感じのキャラクター来ちゃうのかなって思ったらよかったですね成人もしておりまして、えー、就職もしておりました都会じゃないところで就職もしておりましたからね、えー、なんと言ってもそこら辺の河原でキャンプをするなかなかのワイルドさな見事な野生児でございます、はい、ワイルドハートを持っていましたからねハルドくんはキャンプをねいいそこら辺の河原で キャンプできるってとってもいい環境ですよね。コーチかな？勝手に島とでやりたいっていうね。欲望が出てしまいましたけどね。行ったことがないので、島とか行きたいな,な。って思いつつ。まあ、そういうね。河原でキャンプをして、しかもその河原で釣った魚を食べられるっていうわけですから。まあこれなかなか綺麗な川ですよ。うん、四万かな。島 <laughs> と行きたくてしょうがないんですね。うん、行きたいですけどはい。 ままたすいません関係ないことね関係なくはないんですよ。<laughs> 関係なくはないんですけどまあ、まあ、あんまり関係ないことをね話してしまって申し訳ないんですけど、まあ、そういうワイルドハートのね春野くんでしたんでキャンプはねすごく行きたくなりましたね。しかも一人キャンプこれやってる人いるんだっていう <laughs> えきっといると思います。しかもね楽しいし彼のね言ってたその何だ 準備とかね後片付けが面倒くさくないというのあと気兼ねなくできるっていいうのはいいですね。あとプラスそのキャンプしててね違う人たちともねちょっと会話とか弾んじゃったりね魚釣ってたら釣れますかーなんつって言うのができたらね僕人見知りだからできませんけどちょっと羨ましいかなと自然に囲まれた中だったらそういうことも心がオープンハートになって。 できちゃうんじゃななないかななんて思っちゃうキャンプっていいなやってないけどね俺 <laughs> 言うてもあのー、ちゃんとしたキャンプは一回もないですね河原でバーベキューとかはありますけどあと何自然公園みたいなところ有料なところ入ってあのイケスみたいなところでまたお金払って、あのー、すぐ釣れちゃうアイを釣って。 その場で焼いて食べるとか。いやそれだけでもすごい美味しいんですけどね。あとヤギさんの父絞ったりね。うん、そういうあのー、ちょっとね。残念なワイルドはやったことあるんですけど。しっかりしたキャンプはやったことないで、これやりたくなりましたね。すごい楽しそうですよね。まあ、ちょっとね。あのー、昨今のね、日本の気候とか天候とかのね。事情を垣間見ると、なかなか河原でキャンプするのは危ないかもしれませんけどね。 ちょ,ちょっと行きたいなーなんて思っちゃいましたね。キャンプキャンプハートに火がつきましたね。キャンプハート？<laughs> うんキャンプファイヤーかな。<laughs> キャンプファイヤーになっちゃったのかな最終的にね。炎燃え上がっちゃったのかな。うんキャンプファイヤーもですね長くなんだこれな。小学校の時にねあの林間学校でやったのが最初で最後でしたね。あの山賊の歌とか歌うんでしょ覚えてないけど。 なんんかか山賊の歌歌今でも歌うんでもうすかねいやそういうのちょっとやってみたいなそしてねキャンプしに行って蚊に刺されてデングにおーいダメじゃーん」まあ、それはないかなでも虫はね結構ね気をつけだ本編話そうか <laughs> まあでもキャンプの話は本編なのかなかとにかくキャンプがねすごくしたくなりましたしこんな、ね、感じでお手軽でさっと行けたら。 キャンプどん,ど,んどんだけキャンプの回しもかわからないですけどね。うんまあ、そして、あのー、本編の方はですね幼なじみとの恋愛ってね僕幼なじみはねいないんですけどうんええー、のかなドキドキするんかなただ思春期にねちっちゃいちっちゃいこれほ本当幼なじみで中学生くらい中1くらいで。 末編になっちゃったって子はさ言ってもちっちゃい頃のことは知っとってもねそっから会ってないと知らないことがやっぱ多いからさなんか知ってるんだけど知らない人みたいだからいいよねろくなコメントじゃないう <laughs> で,でもワクワクしますよねあの僕さっきも言いましたけどひと見知りだから一応あのちっちゃい頃に会ってたら 少しはねそういう垣根が心の垣根がないから距離が近づきやすいかもしれないですからねそれででもあの大人になってからの彼女の,彼女のことは知らないわけだからなんかなんかそこで付き合ったりしたらやっぱ楽しいでしょうね昔話に花が咲きつつ今のねあのそれになってから今までの話も聞きながら「へえそうなんだ」つって。 あと大人になったね大人になってからのなんか大人のアダルティーなトークとかもできてねこれいいな、うん、ずっと一緒に育ってきてしまった幼なじみとはまた違うやるなよく考えた、うん、褒めよう <laughs> <laughs> いいパターンですねそして都会で働く彼女とワイルドハートを持つ彼氏ってこれまたいいバランスじゃないですかもうねあのー。 火をねつけるのとかねもう料理するのとかにね「おーって彼女はね驚いてましたけどそこのね男度合いも上がりますからねこれいいカップルやなだけどこれ目指そうと思ってももう無理やな幼なじみなんて今から作れへんからないやー作っとけよかったな幼なじみ。 ででもどうなんですかね世の中長長長い俺長い <laughs> 長い俺ですよね <laughs> 世の中の幼なじみどれだけいるかねわからないですけどね、うん、でもまあ幼なじみがいらっしゃる方はそれはそれで楽しみつつ、まあ、いらっしゃらない方の方が多いと思いますんでねあの幼なじみってこんな風なのかななんてえあの想像しながらね聞いていただければねいいんじゃないかななんて思います。そんな ね、キャンプのキャンプ心と、そして恋心に火がつく、キャンプラブファイヤーの収録になりました。ぜひとも皆さん、この CD を聴いて、作品を聴いて、皆さんの心にも火をつけてください。ありがとうございました。